突然ですが皆さん、まずはこちらをご覧ください。イエーイ、俺やっぱすげえな。オッケー、俺は今から警察署に行くぜ。お前のような犯罪者は勝てねえんだよ。大丈夫？怖かった？おっぱいマム。こちらは不正のゲームソフトで遊んだ時に本体が感知した時に流れるアンチパイラシースクリーンというものでございます。不正のゲームソフトというのは割れソフトや違法コピーされたいわば海賊版という類に入るものなのですが、今回はこのような違法ソフトで遊べないようにしたポケモンの海賊版対策が何やらヤバいものがたくさんあるということで見ていきたいと思います。どうも皆さんごきげんよう、バー君です。今回は違法コピーされたポケモンの海賊版対策を僕が声を当てながら紹介していきたいと思います。正直素人なので、まあ下手くそだなと思われるかもしれないのですが、キャラの感情を汲み取って頑張って声を当てましたので、よければ最後までご視聴ください。それでは早速やっていきましょう。登録してね。うむ、よく来た。ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は七カマド、みんなからはポケモン博士と呼ばれておる。ところで君は海賊行為は初めてか、冒険は初めてかな。よかったら私がいろいろお教えしよう。この世界にはポケモン犯罪者と呼ばれる生き物が至る所に住んでいる。さて次は君の話を聞かせてくれないかな。このゲームは海賊版か、それともちゃんと買ったか。そうか、君は私に嘘をついているんだね。じゃあ名前は何て言うんだ。名前がないのか。なるほど、つまりお前は泥棒ということだな。わかった、もういい、時間だ。結果に向き合う時だ。次行くね。おい待て、待つんじゃ。自分の体を守るためにもポケモンは必要じゃ。アッシュ、これは基本的なことじゃぞ。ちょっとわしについてきてくれ。じいさん、待ちわびだぜ。お、ケイリーか。あ、そうか、わしが呼んだんじゃった。アッシュ、そこに3匹のポケモンがおるじゃろ。その中にはポケモンが入っているぞ。お前に1匹、プレゼントしよう。いや、違うか。ああ、そこにいたんですか。ジェニー巡査、お久しぶりです。また会えて嬉しいです。さて、いい知らせであることを願います。あなたの言う通りでした。先ほど地下室で縛られている本物なし君を見つけました。命に別状はありません。思った通りじゃ。わしたちの中には偽物がいた。
まさかそんな不格好な変装でわしとゲイリーを騙せると思ったのか。なあベタモン、一人の人間の存在定義を奪ったこと、これは許しがたい犯罪じゃ。お前のようないたずらするポケモンにすることはこれ一つだ。お前は消え失せろ、永遠にな。お前のポケモントレーナーの冒険はここで終わりだ。お前は本物のポケモントレーナーじゃねえ。お前は偽物だ。任天堂ゲームボーイのソフトの違法コピーは重大な犯罪だ。電源を切れ。盗まれたソフトウェアを直ちに報告するんだな。次行くねー。あ、おい。おやおや、誰かと思えば腰抜けくんじゃないか。返してよ、盗んだもの返してよ。あれは僕にとっての大事な宝物なんだ。宝物って言ったな。やっぱりあれは価値のあるものなんだな。あ、そう、残念、返したくないようだ。お前の仲間、さっきビーチで会ったやつだよな。あー、これは言いにくいな。お前が会ったばかりのそいつ、指名手配犯の犯罪者じゃねえか。待って、ちょっと待って。本当なの？君は一体何をしでかしたの？逃げられないぜ。わははは、ローダたたき落とされた気分は。こいつはトラック1台分のグミを盗み食いしたに違いない。だが俺たちでさえお前の泥棒のサポートはできねえ。なんで、なんで僕はジェイクと出会っちゃったんだろう。良さそうに見えたんだよ。でも今は、ここはジェイク、全部君のせいだよ。もし君が本当に何かやっていたのなら。ごきげんよう、二人とも。誰だ？私は唯一の道徳の監守として知られているものだ。何その監守？道徳の監守だ。君たちが意識を失っている間、僕のエージェントがここに運んだよ。私は君たち二人を幽閉するよ。なんで？理由を教えてよ。それはね、ジェイクが違法コピーされたゲームを持っているからだ。そんなことしたの、ジェイク？僕のせいだ。僕たちはどのくらいの間ここに閉じ込められるつもりなんだろう。全ては僕がただでゲームを遊ぼうとしたからだ。君たちがこの悲惨な運命を変えたいのなら、このポケモン空の探検隊の購入をすることだな。さよなら。待ってよ、戻ってきてよ。やだー。ゲームの違法コピーは重大な犯罪です。詳細については任天堂 DS の取引扱い説明書をご参照ください。次行くねー。
やった。やったよ。よし、ジェイク、今のうちに。ディアルガが倒されているうちに、時の歯車を収めるよ。これは次元の塔が崩れようとしてるんだ。次元の塔がいよいよ崩れようとしているんだ。そしてもしそうだとしたら、世界は星の停止に向かって一気に加速していることになる。うん、早くしなくちゃ。地面が揺れて、時の歯車を収めるのが難しいよ。はまった。これで全部はまったよ。あれ、何も起きない。貴様は。まったく愚かなやつだな。貴様らが持っているその歯車、それじゃ動かすことはできん。なぜなら全て錆びついてしまっているからだ。時の歯車は純粋な心だけに応じるんだ。貴様は混沌とした邪悪な心を持っている。邪悪なものに時の歯車の効果は発揮しない。ジェイク、君は？そうだよ。俺はこの世界で存在できるとは思わなかった。俺は盗まれたゲームを所有している。そして、結果として次元の塔を救えない。俺たちの世界はおしまいだ。そして瞬く間に暗黒の未来がやってくるんだ。そういう運命だったんだ。そして星は停止してしまった。すべての希望は消滅した。登録してね。やあ、僕はポケモンショップで働いてるものだよ。便利なお店だから、トキワシティに来た時はぜひ寄ってね。待って、お前、見覚えがあるぞ。ダメだ。犯罪者は行かせられない。想定外のエラーだ。終わりだ。次行くね。一体どうなってるんだ。パソコンが襲いかかってくるなんて。先ほどはすいませんでした。お怪我はありませんか？初めてのことで取り乱してしまいまして。あら、もしかしてチャンピオンのプラチナさんですか？建物の中で何か異変が起こってるようなんで、無理を承知でお願いします。どうか力を貸してください。本当に助かります。私は言葉騎士に助けを呼んでくるので、それまでここをお願いします。建物の中は真っ暗だ。不気味な空気が漂っている。エスカレーター。
スクリプトトラベルが指定されていません。エラーメッセージ FFFF。 プラチナはパソコンのスイッチを入れた。重大なエラーが発生しました。電源を切ってゲームを終了してください。電源を切ってゲームを終了してください。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 エラーメッセージ FFF。 電源を切ってゲームを終了してください。プラチナはマスターボールを使った。やった、アニテボミを捕まえたぞ。アニテボミのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。捕まえたアネデパミにニックネームをつけますか？次行くね。おい待て、待つんじゃ。危なかった、野生のポケモンが草むらに潜んでるんじゃ。これは本物のコピーか。電源を切って今すぐ警察に連絡しろ。最後まで見てね。ん？あれ、なんだろう。あ、誰か倒れてる。どうしたの？大丈夫？気がついた。よかった。ここは？動かないから心配しちゃったよ。君、ここで倒れてたんだよ。倒れてた？自分が？僕は見つから、よろしくね。それって、君は？ここら辺じゃ見かけないようだけど。え、人間だって？でも君、どこから見ても人影だよ。本当だ。確かに人影になっている。でも、どうしてだろう。何も思い出せない。君、なんか怪しいな。もしかして僕を油断させて騙そうとかしてる？本当に？じゃあ名前は？名前はなんて言うの？名前は待って、チャールズ？聞いたことあるぞ。ゲームオブ最低なポケモンって君なんだね。君の狙いが分かったぞ。不正なソフトウェアを検出しました。海賊版は重大な犯罪です。電源を切ってそのままお待ちください。身に覚えがないのに犯罪者となってしまった。悪いのは違法プレイヤーなのに愛されるはずだったキャラがひどい目に遭う不思議な世界。
世にも奇妙な海賊版対策いかがだったでしょうか。申し遅れました。僕はここの支配人マモニと申します。なぜタイトルがこれなのに僕のようなものが登場しなかったのか、それはとっても単純なこと。投稿主がそこまであの番組を見てなかったからです。今回はこの4つを紹介したのですが、相変わらず不思議なものばかりでしたね。何回僕たちの心を動かすことやら。しかし、まだまだ僕たちが知らない面白いものがたくさん隠れているのかもしれません。もしかしたら、たけしが変態になってしまった海賊版もあるとか、ないとか。まあ、正直見たくありませんが、おっと。時間らしいですね。ではまたどこかでお会いしましょう。そうそう、僕はね、ここの支配人ということで、彼のことなら何でも知ってるんだよね。例えば彼のおねしょした。はい、ということで今回終わりたいと思います。現在このチャンネルは10万人を目指しております。5万人突破で歌ってみたを解禁したように、コラボなどいろいろ考えておりますので、ぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンよろしくお願いします。もしマー君にやってほしい企画などあれば、コメント、ツイッターの DM までお越しください。それじゃ、おやすみ。